電撃プレイステーションのインディーゲーム実況。はい、今回紹介させていただきますインディーズタイトルはシャドウ・オブ・ザ・ビーストといってですね、はい、実はまだこれ発売されてないんです、ね、うん、あのプレイステーションではですね5月の19日に発売される、はい、タイトルになります。でまあ、ちょっとあのプレイする前に一つだけ言いますと、あのこのゲームセロによるあのレーティングで18歳以上の未対象ということで Z 指定になっておりますので、はい、ですが、まあ、この番組の中では、該当するシーンは避けて紹介させていただきます。はい、はい、こんな感じ。はい、ということで早速プレイしたいと思います。今日プレイするのは1面なのでちょっとチュートリアルっぽいところもあるんですけれども、そうですね、結構1ステージは結構長めになっててですね、やりがいのある感じ。大体10分から15分ぐらいですかね、はい、ステージ。そうね、さっきの PV でだいぶ出てましたね、はい、そう、PV ステージですね、まさに。で、なんか、ね、連れられてるんですよ、この人、はい、連れられてて、まあ、多分みんな最初やるのはちょっとムカつくじゃないですか。だから振り向いて攻撃しようとするとダメなんですよ。攻撃できないんですよ。しょうがねえなーつって、でこうほっとくじゃないですか。ほっとくといいから歩けって言って、あもうって勝手に歩かされるっていう、ね、ちょっとねひどい状態で始まります。いわゆる奴隷兵士みたいな扱いを受けてますね。で敵は人間なんですよね。でまあチュートリアルみたいなものなので攻撃は簡単です、はい。でこれパーフェクトとか出てますけど、これあの基本的には、ね、スコアを競うゲームになるんですよ、最終的には。なのでなるべくこのいいタイミングで、あ、今食らいましたね。基本的に敵は一発殴れば死ぬんですよね。そう、大抵そうボス以外は。だからなんかに、まあ、ちょっとでだからいいタイミングで敵を倒してスコアを稼いでいく。であのワンシーン終わると右の方にスコアが出てっていう感じの流れ。一応このワンシーンごとのランキングと最終的なステージのランキングが別々にあったりして、で、まあ、分かりやすい感じですね、うん、矢を放たれて避けて進んでいくんですが、まあ、木があるので、うん、まあ、これ木で避けられないと思うんですけど、まあ、矢通ると思うんですけど、まあ、こうやってこううまいことを避けつつ、はいはい、進んでいくと。後ろの人はね、シールド持ってるんですね、ずるいことに。あ、そうなの、ね、よく見ると。あ、本当だ、当たっても死なないんです。ずるい余裕であるし、パチパチって。あ、いた。これ結構難しいんですね、これね、結構ね、体力減らされてショックなんですよね、この演出が。で、ここまで来て進んで、また戦いですね。ちょっと終わりかな。一応体力左下に出てる数字がそれで、確かに最初は10回かな、10回攻撃を食らうと死んじゃうみたいな回数制ですね。まあ、難易度があるね、これね、うん、難易度があって、イージーとノーマルはヒットポイントが 10回あるんですけど、はい、あのもう一つビーストモードってありまして、そこは5しかないんですね。で、5しかなくて、1回攻撃を食らうと2減るっていう、うん、結構厳しいモードなんですけど、まあ、ちょっとビーストモードでやると途中で終わるので結構厳しいですからね。最初はノーマルとか、はい、その辺で、はい、でこんな感じで進んでいきます、うん、一応まあ体力回復する手段とかまた後で出てくるとは思うんですけど、はい、で、あの今まではただ攻撃するだけだったんですけど、まあ、こうやって敵を掴んで投げたりとか、そうするとスタンが入る。結構こうサクサク、はい、倒していくのは楽しいんですよね、気持ちよくて。そうで敵がすごいいっぱい出てくるときにどうし、うん、あしらって処理していくかっていうのが結構ポイントだったりします、うん、でこれ結構すごい遠くまで自分でちゃんと押していかないと、押していかないといけないですよね、これね。これ自動で行ってほしかったんですよ、うん、ずっと押してます、まだ押してます。多分ジャンプしてみたり、本当だ、すごい。まあ、このまま切れないでいくはずです。で、まあ、この人なんでこんな格好してるかとかいろいろストーリー的には裏がありましてですね、はい、なんかこう祈ってる人がいるんですけど、うん、これどのボタンを押してもあもう勝手に今やらされました、ね、やれって言われるんですよ、これ。やりたくないやりたくない、でもやれって言われるとやってしまうっていう、ちょっとしょうがないですね、これね。ちょっと進めます、積極的にやる形で。でこれで、この人も、この人もちょっと意味ありげなんですけど、
でこれ、ね、話が流れるんで、ちょっとこうストーリー関わってるんで、ちょっと、まあ、ざっくりとしたイメージが、イメージがこれね4回ぐらい見るとね理解できる、うん、あのこのビーストを連れてる魔法使いコスタロトンでやつが、うん、なんかこうこのお父さんなのかな、はい、でこれが盗まれた子供なんですよ。あ、これ今盗まれた子供がこういう形になって、で今だから倒したのお父さんなんですよ、自分のお父さんですね。それでそれを気づいて、うん、うおーってなったんですよ。ではこのこいつがこの赤ん坊をさらって改造しちゃうっていう感じです、ね、だから今さらわれてくのも多分血縁の、なんですが、はーっと傷をつけて、しばらくでこいつを追っていく展開になります。結構悲しいストーリーというか、その主人公が悲しい宿命を背負っているっていう感じですね。で、あでなんかこうレイジチェーン、レイジチェーンですね。でこう発動するとですね、まあ、いわゆる必殺技じゃないですけど、まあ、失敗しました、はい、テンポよくボタンを押していくとすごい気持ちよくザクザク倒せるんですけど、失敗するとすぐ終わります。すぐ終わります。で使いますと、こうチュートリアルなんで使い放題なんですけど、本来は左下のゲージを消費して行う行為ですね。おだんだんテンポが速くなっていくんですよ。そうそうそう。で僕はこれうまくいったことないんですよね。結構難しい。最後の方ね結構ペースが速いんで、まあ、難しいんですけど倒しちゃいました、ね、で、まああっちがあっちに逃げたらこう行くじゃないですか、うん、なんですけど、まあ、やっぱゲームなんでちょっと戻ってみるんですよ、まあそうですね、やりますねそれはね。そうちょっと戻ってみると、なんかね、あるんですよ、まあ、なんかあってちょっとしたお役立ちを、そうですね、で、これを壊してみたいな、そうこういうゲーム的な要素もいろいろあります。今のタッチパッドを使って出る必殺技ですね、周囲の敵を一気に倒すっていうのがあるんですけど、あ、まあ、回数が決まっていて初期状態だと、1ステージにつき2回ですよね、確か、うん、そうですね、敵が群がった時にあれをバーってやって針たくさん出して一気にスコアを稼いだり、ちょっとしばらく走るんで、はい、ちょっとつなげてつなげてそう、あのブラッドゲージの、ね、そう、あ、そう、説明の、そう、左下にある赤いゲージっていうのがブラッドゲージっていうんですけど、敵を倒したり、まあ、ダメージ食らったりするとあれが溜まっていって、まあ、さっきみたいな、レイジチェーンみたいな必殺技とか で回復する方法がありまして、こういう特殊攻撃が出せるんですけど、敵を食べてかじって自分の体力を回復する、うん、だからこれブラッドゲージを消費するので、はい、そんなに連発はできない。そうですね、最大3回連発ですかね。基本的にブラッドゲージはこの敵を倒すと溜まって、うん、溜まっていく。で基本的にやっぱりその体力回復できる分スコア的にはそんなに美味しくないので、うん、ああそうですね、そうスコアを狙うんだったら基本的にはやられちゃダメ、ね、そうですね、あ、またやられちゃった。ちょっと出が遅いんですよね、その体力回復する、ちょっと回復しないと4しかないで、うん、でスタン状態にするっていう攻撃もあります。で、ね、スタンしてからかじったりとかするとやりやすいですかね、うん、ちょっとゲージためる、うん、そう、もう一つが多分次かな、これかな、はい、これで、これあれもうあの出がちょっとあれなんで、遅いか、はい、これでそのスコアを狙いたい場合はこうやって攻撃する、はい、スコアが増加する攻撃もやっぱブラッドゲージを消費してできるので、まあ、この辺使い分けてうまいことスコアを稼いでいくゲージですね、ゲームですね、うん、結構気持ちいい感じで倒してるんだけど、うん、ちょっと本当はパーフェクト狙いたいんですよね、はい、あれ目線で。いや無理でしょ。これはパーフェクト。結構ねこれ何度もやるゲームですね、うん、そう繰り返してスコアを上げてってっていうのを楽しむゲームです、はい、いやこれ画面綺麗ですよね。そう結構画面意外とねその物語の暗さと
正反対で最初のステージが明るいっていう、もちろん暗いステージもあるんですけど、うん、危ない。これでカウンターとかってそこ出ますかね。そうだね、この後だかな、血を飛ばすって気が出てくる、便利だよね、うん、これがさっき言った下サザエですね、ゾーンってやって、困ったらこれを使おうと。ただもうこのステージでは使えますね。さっき2回目なんです。あっ、おこれ、これ結構やばいですね。やばいな、これ。あとね、2匹くるからちょっと、はい、まあ、困ったらレジチェインとか使っちゃってもいいですよね。回復する、はい。ガブガブするの好きなの、うん、ガブガブして、あ、いっちゃった。これで終わりですね。一応そのエリア内に出てくる敵の数は決まってるので、右下、あ、やべえ、あ、もったいない、今ね、間に合わなかった、はい、逆にああいう一人で出てくる時っていうのは回復しておきなんで、スタンさせちゃってかじるとか、うん、そうだね、やってもいいですね。まあテンポよく遊べるアクションですね、うん、そうですね。敵が来てる、 あと2回ですよ。やばいじゃないですか。あ、やばい、やばくない、これやばいな、これ。回復したかったんだよ、まあ、まあ、倒れたら倒れたで、その倒れた時の説明ができるって考えれば、あ、じゃあ倒れちゃう倒れた方がいい。いや、大丈夫ですよ。あ、本当、うん、全然そのまま行ってもらって大丈夫です。はい、そうなんだ。よいしょ、あ、外しました。でも、ね、最初やった時ここから落ちて死にました。あ、俺も死んだ、うん、滑り降り方が、ね、分かんなかったんです。あ、危ない、回復したかったのに食らったら死ぬから。ガード有効です、ガード。あ、そうだね、うん、このゲームガードすごい強いね。のこれでライフ2ですね。ちょっとまだ足んないよね、これ。1回ね、テンポ崩されるとそのまま 2,3 回食らうこともありますからね。で、ブラッドギア回復して、もういない、もういない、多分いないか。いるとき、その画面端に白い帯が出ると思うんで。でもこれそろそろボス戦じゃない？いや、ここはまだ敵の一周ですね。うん、これカウンター。ああ、今カウンター狙うのは危ない、いいっすね、この体力は。いや、カウンターっていうのガブガブしようとした。あ、なるほど。失敗しちゃった。ちょっとこれやばい。ちょっとこれは見計らってガブガブしよう。ガブガブしたいですね。お、これで3か。3あれば。でもあと13匹出てきますからね。嘘。うん、右下に出てる数がこのウェーブで出る敵の数。レイジチェーンですか、うん、レイジチェーンはでも今足りないです。嘘、うん、いやー、いくらちった。チェーンは3ゲージないと。いや、マジやばい。あ、でももうあと4匹、あと3匹、ここに出てるやつらだけですね。で、あ、ちょっと回復しない。で、もう一回やれる。ちょっと感動しよう。お、ナイスですね。オッケー。そう、敵の攻撃、武器とかが光ったタイミングで L1 を押すと、今みたいにカウンターが出ますね。かなりテクニカルですね、はい。まあ、その分得られるスコアは確かちょっと大きかったはずなんで。スコアアタックするときは、あ、ここそうだ、そこ行かなきゃね。そうですね。これなんかマップのちょっとしたところに、はい、隠されて魔法陣っていうのが隠されてて、まあこういうの破壊するといいことあるよみたいな。よしです。まあ、スコアも今入ったんで、あ、やばい。あちょっとドキッとしました。めっちゃ減った。2減った。2減った。でも死ななくてよかったわ。よいしょ。ちょっとこれやばいんじゃない？これでボスですかね、ここで。あ、そうだよね。ちょうど、うん、この変な手みたいな気持ち悪いのが。そう、ボスです、ね。出てきたらボス。あの先の面行くと結構奥行きがあって、うん、2ラインにするので、うん、また違ったちょっとパズル的な要素みたいなのが出てきたり、うん、でっかいのものでボスですね、はい、ボスは大丈夫、ボスはまあ大丈夫じゃないですか、はい、これ2パターン2回ですからね、アトライフが攻撃方法はね、2パターンしかないんですよ、はい、チュートリアルのボスなんで。そう、ガードで防いで、
倒すか、あとは避けて後ろに回るか、ね、はい、そうです、そうですね、はい、この2パターンなので、まあ、間違いなければ間違いなければね、はい、あ、間違いなければね、間違いなければ大丈夫です。間違える自信満々だから、ね、ワンミスなら大丈夫ですね。ワンミスなら2で終わると思うんで。そうだよね。あ、ガードした、危なかった、危なかった。っ困ったらガードしてれば、そうだよね、ガードしてればダメージは食らわないんで、はい、これで倒すと、はい、まだチュートリアルなんでね、まあ、そう、まだね、一面なんで、はい、でもで、今右下に出たようにランキングとかが出るんで、うん、ランキング、これオンラインランキング、そうですね、発売後はもう世界のプレイヤーの皆さんで競っていただければ、そうですね、うん、でステージクリア、なんかサクッと入る、はい、普通あんま入りたくない、あのためらいもなく入りますかね、今の、はい、でこれで1面クリアという感じになります。でここで獲得したスコアがそのマナ合計って出てると思うんですけど、はい、これが、まあ、いわゆるそのお金みたいな要素になっていて、進んでもらってもらえますか、はい、まあ、ちょっと進みますね、はい、まあ、いろんな要素があり、まあ、あのお金でいろんな要素をアンロックしていく、はい、ていく、そして強くなっていくんですけど、メインメニューというか ステージ選択メニューから選べるやつですね、うん、ウィズダム・オブ・シャドウっていう、これですね、はい、ちょっと待ってくださいね、ドライヤーとか、はい、お金みたいに入ってきますね、真ん中で、ここで、ね、こんな感じですね、はい、でコンバットでいろんなその主人公のアブロンのスキルとかを強化していくことができるんで、うん、まあ、強くなればなるほどスコア稼ぎやすくなるはずなんで、どんどんそれで繰り返してスコアを上げて、うん、オンラインランキングをガーって上げていく、そうね、うん、でもやり込み、結構やり込み要素があるんじゃないかなと思います、はい、まあ、他にもいろいろ、まあ、いろいろあるので、要素はありますっていう感じですね、はい、ガンガン稼いでます、はい、アンロックしていくと楽しいんじゃないかなと、はい、はい、いう感じですね、感じです、はい、だいたいシャドウオブザビストはこんな感じ、そんな感じです、おります、はい、以上シャドウオブビストを実況プレイで紹介させていただきました、はい、プレイステーション。